はい、こんにちは、ヨーリと申します。今日はですね、すみっこ暮らしパズルをするんです。まさかの第2回実況をやっていきたいと思います。いやー、トカゲ可愛いんだよね。お化けとかもそうだけど、じゃあやっていきましょう。なんだ、ボーナスステージキャンペーン。ボーナスステージって何？じゃあちょっとボーナスステージやってみますか。ボーナスステージを探すところから始めなきゃいけないんだけど、ボーナスステージが見当たらないんだけどさ、もしかしてこれか？もしかしてこれかな？ステージ24までクリアすると遊べるよっていうこれなんじゃないの？ボーナスを受ける資格がないらしいです。じゃあ6か、24まで途方もないな。出た、わからない図。わからんのよ、あの図は。お、教えてくれる。弾が2つ重なるとパワーアップ。はあ、へえ、なるほど。あ、3列消えんだ。なるほどね。何、こう？おお。いや、これは何？この虹の丸は。いや、わかんないわかんない。わかんないわかんない。いや、わかんないまま、めっちゃ連鎖すんじゃん。完璧。完璧初めて見た。っていうか、なんかペンギン、めっちゃキラキラしてんじゃん。かわいい。かわいい。ずっとキラキラしといてくれるのかな。お、乗ってるぜ。乗ってるぜ。お、てか右下になんか出てきたぞ。ちょっと、もう一回見たいな。おお、あ、そんなか。あれ、しょぼいな。誰か拍手 してる音が聞こえたけど、どこだこれ。よくわかんないんだよな。まだいまいちつかめてないところが多いっていうこのゲームね。いいね。おお、いいよいいよいいよ。なに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 、連鎖して、あの右下のトカゲちゃんたちを拝みたい。いた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 、いいよ。こうかな。おー、いいえ。謎のボーナス。オーケーベイベー。ダンボールの隅っこまであと13ステージ。ステージ12にいるよっていうのはこれは何なんでしょうね。お助けアイテムとマイ隅っこを選ぼう。どういうこと？これか？あ、へえ、マイスミッコ選べんだ。ずっとペンギンだなと思ってたんだけど、左下にいるやつ。そっかそっか。てか何、キャラさあんのこれ。ペンギンだとどうとかっていう、何、スキルが違うんだ。特に輪っかの力って、ここね、タップしたところと周りが消える。あ、違うんだね。え、これはどうやって集めんだろう。鍵がついてるところが多すぎんのよ。いや、早くトカゲちゃんをさ、マイスミッコにしたいな。いや、ペンギンが嫌だとか、そういうことではないんだよ。そういうことではないんだけど、早くトカゲちゃんを仲間にしたいな。はい、かわいい。はい、かわいい。はい、かわいい。完璧。いいよ、いいよ、いいよ。いいね、いいね。いいよいいよいいよ。いい波来てる、いい波来てる。お、すごいぞすごいぞ。完璧。じゃあこの3列行ってみるか。てい、あ、そっち3列行っちゃうの。向き違うんだ。シャギーン。あ、なんかあんま効果薄かったな。いやー、この右下左下からいちいち褒めてくれるのが癒されるな。いいよいいよいいよ。拍手が可愛いんだよね。いいね。じゃあ、ちょっとここ行ってみるか。シャーキン、でかでかイエーオーケーベイベー。この謎のボーナスタイムね。あ、
残りムーブ数みたいなやつが何ボーナスになって降ってくるんだ。今気づいたぜ。ステージクリア。じゃあ次のステージ。ステージ8。クリア条件。これは何？お助けアイテムと、まあ、泉子選ぼう。まあいいや、これはどうせ選べないんだから。これ、あ、もうチュートリアル終わったからランダムで表示されるみたいな感じか？もしかして。で、見て。見て草が生えてるよって。いや、そういう意味じゃないのは、まあ、察してあげないといけないよね、こっち側がね。はい。いや、それはこっちが申し訳ない。草が生えてるよって。わかりました。草が生えてますね。うん。草が生えてるね。はい。で、これをこうすると、草だ。いや、長い長い。長い長い。教えてもらうには連鎖数がでかすぎるのよ。で、草の上の隅っこを揃えてみよう。どういうこと？こういうことか？なんかあんまなんかしっくりこないな。あ、もうクリアした。イエーイエーイエー。ほら、この残り回数が降ってくるんですよ。もう大爆撃みたいな大音量だったけどよ。絵日記の一部が見つかりました。え、何なくしてたん？あ、え、もしかしてさ、取られてえーんってなってたやつさ、ええ、これのこと？泣いちゃってんじゃん。見に行く。いつもの隅っこ編。これか、ソファーの隅っこ。え、やっぱり。え、何？え、ちょっと待って。そういう条件で、クリア、あの、何？集められるの？いや、そんなん知らなかったって。マジか。一回のプレイで、トンカツの特技を2回使おう。トンカツがいないのよ、そもそも。トンカツの、もらい方も知らないし。いや、わかんないんだよな。ペンギンの特技はカウントされないよ。カウントされないの？草がいっぱいある。草がいっぱいあるステージを探そう。なるほどね。こういうのがあるんだ。まあ、とりあえず先進もう。なんせとんかつもいないからね。ん？ああ、草生えてるやつを草生えてるやつをね、草生え散らかしてるやつを28個消そうみたいな話ね。じゃあ行きますか。お、いいぞいいぞいいぞ。いいよ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 。完璧。かわいい。このペンギンタップしても何も起こんないんだよね。あ、1連鎖。いいね。3連鎖だといいねがもらえるのかな。お、3連鎖。いいね。やっぱり3連鎖だといいねがもらえるわ。シャギーンって。あ、ちょっとスキルの玉みたいな無駄遣いしたっぽいな、今。さあ、どうなる。おー、いいよ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 。こことかどうかな。あ、しょぼい。しょぼい。これはどう？ 1、2。2か。2だとね、いいねがもらえないのよ。あ、しょぼい。ダメだ。急になんか、調子悪いね。調子悪いとかいうか、まあ、これが実力なんだけど。あ、ダメだ。全然ダメだ。こうでどう？ 1、2は確定。いやー、2連鎖しかいかぬ。こうは？あ、ダメだ。あんま考えてないよね。考えて、資料が浅いのよ。1、2、お、いいよ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 。はい、かわいい。はい、かわいい。完璧。この連鎖の時に右下に出てくるし、このペンギンのこのスキルでいつ使えんのっていうね。お、いいよいいよいいよ。はい、トカジちゃんかわいい。あ、え嘘でしょ？なんかクリアできるかどうかの瀬戸際みたいな感じになんかなってるっぽいけど、あと5回だって。あ、でもあと1だからこれでいいか。
はい、オッケー。かなり苦戦しましたね。おーいえ。ペンギンちゃんノリノリなんだよな、クリアすると。お、なんだなんだ。あ、来た。ついにここでスキルを発揮する時が来たか。ん、ペンギンがすごい特技を使えるって先言ってノースキルのペンギン捕まされてんのかと思っちゃうじゃん。ええ使えるってってどうすればいいの。あ、タップすればいいって話。さっきタップしても何も起こなかったんだけどね。え、今タップしても何もなんないじゃん。どういうこと、どうすればいいのよ。わかんねえけど、とりあえずここを消してみるか。あ、はい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 、虹の家路がたまると。もう察したよこの元気メーター、あ、元気メーターって言うんだ、がいっぱいになると特技が使えるよ。なるほどね、使えって話か。特技を上手に使うとクリアしやすくなるよ。はいはいはい。ん、は、あ、今使ったって話。これはどうやったらたまるんだ、どうやったらたまるんだこれどうやったらたまるかわかんないんだよね。お、たまったぞ。じゃあちょっと、あ、タップしたところの周りが消える。あー、はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。じゃあちょっと適当に このトカゲちゃんで、あ、全然ダメだしょぼかった。よしよしよし、2消えた。結構地道だね。え、じゃあ、あ、そうか、ここでクリアか。はいはいはい結構簡単だった。イエー、すんごい音。じゃあ12。おお、来た。あ、こうやって手に入れていくというか、何、お友達増やしていくのね。いや、言ってくれなきゃ分かんないですからね、こっちはね。とんかつが仲間になったね。これとんかつなはず。新しい隅っこが来たので早速会いに行こう。知ってるよ、この画面。勝手に一人で見たもん。ここで連れていく隅っこを選べるよ。いろんな隅っこを集めよう。今回はとんかつを選んで。選んで。ああ、はいはい。この調子だとトカゲちょっと遠そうだね。まあ、いや、次行こう。てか、何このチョコのロボットみたいなやつ。これは何ぞ。あ、ブラックタピオカがいたずらしてる。ブラックタピオカ。はじめましてですね。で、どうすればいいのよ、これは。ボスっつうか敵なんだ。あ、そういうこと？周りの隅っこを揃えていたずらをやめさせよう。なるほど。じゃあ、こういうこったな。あ、降りてった。特技を使ってみよう。とんかつの特技はブラックタピオカに効果抜群で、そんな相性まであんの？タップするとおもちゃの矢3本が役立ちそうなところに当たる。タップ。なんじゃそりゃ。じゃあこう。おい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 。いいよいいよいいよ。ナイス連鎖。で、これでさすがに勝ったでしょ。おー。あ、ブラックタピオカどっか行っちゃった。ブラックタピオカは本当の悪いやつなのかな。とんかつでもイエーはイエーなんだね。